地球科学とは、地球や地球の構成物質について、科学的な手段を用いて研究する分野。地球を構成する元素とその同位体、そして各種元素からなる、化学物質、鉱物の分布や挙動を、研究対象とする。地質学と科学の学際分野である。大気、火山ガス、水、ゴミ、土、堆積物、岩石、生物の意外。 人間活動由来の化学物質など、地球上に存在する物質はすべて研究対象になり得る。地球科学が発展したのは20世紀である。例えば、スイス生まれのノルウェー人科学者であるビクトール・モーリッツ、ゴルト・シュミットは、地球での元素の分布や、挙動のメカニズムを研究し、成果を、ジオケモスキー・ベルティラングスがいぜい・が生ーでエレメンテに、まとめており、ゴルト・シュミットは、 地球科学の父とも呼ばれている。また、ロシア人科学者、ウラジーミル・ベルナツキーは、生物と地球の相互作用について、考察を試みた、最初期の人物であり、地球科学及び、生物地球科学の基礎を築いた。地球科学は当初は、個体地球科学と科学の学際分野として発展し、マントル物質、マグマ、岩石などを扱っていたが、今日では、 地球環境問題と関連し、水圏、大気圏、生物圏も、研究対象となっている。また、扱う範囲も地球にとどまらない。主な分野、研究対象は次のように分類できる。日本の地球科学図元素の分布から何がわかるかが、平成17年度環境省の有料賞を受賞。ありがとうございます。